皆さん、こんにちは、ひろきです。いただきます。あー、美味しい。あー、3時のおやつでございます。ビール、美味しい、たまんない。はい、今回は、知恵袋からお知恵を拝借ということで、私が最近まで習っていたキリスト教について検索してみました。はい。私が神父様になったつもりで回答してみたいと思います。ね、習っていて脱退した身でありながらそれについて答えるというこの斬新な企画、行ってみましょう。ID 非公開さん、キリスト教についてです。隣人愛を実行するために日常で意識することはありますか？どうしても見返りを求めてしまうのですが、自分の心に打ち勝つ方法などありますか？はい、隣人愛っていう言葉ありますね。けど隣人愛については学ばなかったですね、私は。ただ見返りというところなんですけれども、その人が好きなら好きなだけ見返りを求めずに愛を実行することができると思います。なので好きになりましょう。はい、一つ目おしまい。よく真面目に言ったな。はい、次。この調子で神父様になってみせます。ID 非公開さんからの質問です。キリスト教についてです。道端で知らない人がハンカチを落としてそれを拾って渡した。電車で高齢者がいたので道を譲った。このような行動は隣人愛になりますか？またこの行動を起こすときに見返りを求める人はなかなかいないですよね。はい、そうだと思います。なかなかいい質問じゃないですか。こういうことですよ、隣人愛って。そうなんです。見返りを求めずに良いことをする、良いことをした自分が嬉しい、隣人愛の典型です。はい、では次行きましょう。ID 非公開さんからの質問です。キリスト教のプロテスタントでは占いをすることは禁じられてますでしょうか？そこに値する聖書箇所なども教えていただきたいです。何故聖書の勉強中なもので。わかりません。占い、キリスト教に関する占いってあります？ないなら多分やっちゃいけないんじゃないですかね。
なんかやっちゃいけないような気がします。はい、まず市中睡眠はやっちゃいけないと思います。あ、もう国が違うんで、はいはい、次 ID 非公開さん、キリスト教信者に質問いたします。聖書について聞いた場合、一般人とキリスト教信者とで別の回答が返ってきた場合、どちらの言うことを信じるべきでしょうか。イエス・キリスト伝説はどう見てもありえないので、一般人の言うことを信じた方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。ちなみに、あなたが一般人だったことのことも考えてください。マリアの処女解体なんてマジで言うと笑われそう。そうですよね、私も思いましたよ。マリアが処女で、しかも旦那さんいらっしゃるんですよね。なのに処女なんですよね。でイエスを身ごもったんですよね。もうありえねえと私も思いました。はい、キリスト教研究者に聞くのが一番いいです。キリスト教の研究者で信者じゃない方は、ナザレのイエスという人間としてのイエスと、聖書に書かれているキリスト、キリストって救世主って意味ですよね、救世主イエスについて個別に分けて研究しています。はい、研究者に聞くのが一番です。次、長いなぁ。はい、いきますよ。 ID 非公開さんからの質問です。キリスト教の宗教2世、30歳の女です。私は教会に通い信仰を持ってきたつもりでしたが、去年から宗教2世や毒親の問題がよく取り上げられるようになり、自分の信仰について疑問を持つようになってしまいました。私は基本的に親に逆らいたくない人間で、いろんな場面で親の顔色を伺ってきました。信者以外との結婚を認めない、信者以外と結婚するなら独身でいるべきだと言われれば諦め、婚前交渉はいけないと大人になってからもよく言われ、実際にそのようにしています。最近は家庭を持ちたいなという思いがあっても、親の言葉がネックで、たとえ誰かとうまくいっても結局は親に反対されるのだろうなと思うと、婚活なども全てが億劫になってしまいます。クリスチャンの男性を探すべきかもしれませんが、やはり同年代ではクリスチャンの男性は少なく女性ばかりです。クリスチャンの私の友達たちは悩み祈ってノンクリスチャンの男性と結婚している子が多いです。ここまで読んでいただければわかるかもしれませんが、私は神様よりも親を自分の判断基準として捉えてしまうことが多いのです。そのことに気づいた時、実は私の中に信仰などなく、親に褒められたくて信者として振る舞っていたのではないかと、自分の信仰に疑問を持つようになりました。神様を信じる親の教えだから、そこに従うのは悪いことではないかもしれませんが、私が実際に伺っているのは親の顔色だったのではないかと思うのです。実際に低層観念や結婚についてなど、親の言うことが間違っているわけではないとも思いますが、私が基準にしているのが親がどう思うかなのかが問題なのだと思います。
いろいろ疑問を抱き始める中、自分の 家は敬虔なクリスチャン家庭なのではなく、もしかしたら一種の毒親家庭などだったのではとちらっと思ってしまったことがあります。そんなはずはなく、優しい両親なので、そういった疑問を持つのもすごくすごく罪悪感があります。どんなに信仰に疑問を持っても、長年信じた神様から離れるなんて想像ができません。しかしそう思うのも、自分に信仰があるからなのではなく、生まれてから信じてきたものが間違っていたと認めるのが怖いだけなのか、わからなくなっています。実際に私が信仰をもし捨てたら、捨てるなんてできないと思いますが、親との関係も友人関係も職場も全て変わってしまうと思います。この信仰の揺れをどうするべきなのか、とても悩んでしまいます。友人にも親にも牧師にもこんなこと相談できないので、この場で何か意見をいただけましたら幸いです。まさに私のようなものに対して適した質問です。はい、私だったらですね、まず自分を大事にします。そして自分が本当に幸せになるためには、親と考えを話し、自分は信仰を捨てないけれども、自分の夫には信仰を強制しないと宣言しましょう。それで丸く収まります。結婚相手にも人権があるということ、そしてクリスチャンの男性は非常に少ないということ、この2点をしっかりと親に伝えましょう。以上です。いいこと言った僕。はい、次いきます。ヨムコさんからの、質問です。キリスト教建築について教えてください。建築、歴史、教会堂、大聖堂、修道院、ロマネスクとゴシックについて調べています。ロマネスクの修道院では自給自足のため、全体が壁で囲まれていて、その中で教会堂や修道院、畑などがあったと思います。近くの村々から人が出入りしていたと想像します。散歩性により農業が進歩し、人口が増えすぎると、あたふた人々は都市へと移動し、遅延、血縁のない人と一緒にゴシック大聖堂に行くようになったと理解しています。以上のような理解で正しいのでしょうか。教会堂と大聖堂の違い、修道院の役割、
都市で大聖堂が作られるようになると修道院は別の場所に作られたのでしょうか。そして司教座聖堂などという用語も知りました。カテドラルのことですね。司教がいない教会というのはどのように運営されていたのでしょうか。中世のキリスト教世界の建築物の用途の変化を教えてください、とのことですが、さっぱりわかりません。ごめんなさい。ただロマネスク様式が美的にかっこ悪いというのはもう何度も聞いたことがありますし、私も博物館でそれを知りました。はい、はい、次。キリスト教の三位一体ですが、いつから何のために作られた教義でしょうか。イエスの立ち位置を力技で一部統治層のマスターベーションでしょうか。知るかというところですね。はい。精霊とか出てきますよね。知るかって感じです。もう、キリスト教を脱退した私にとっては、そんなの知らねえぜって感じです。そんなの知らねえでも生きていける。はい。次。ID 非公開さんからの質問です。キリスト教の隣人愛は見返りを求めてはいけないと思うのですが、どうして見返りを求めてはいけないのですか。見返りを求めるといざこざが起こるからです。次。RID なんちゃらさん、キリスト教って何を信仰しているんですか。キリスト？キリストって神様ではなくて、十字架に拷問されたけど復活して奇跡を起こした偉い人ですよね。宗教って社会性が養われて良さそうだなぐらいにしか思ってなくて、よくわからなくて、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。キリスト教は神と神のこと、聖霊を信仰しています。詳しくは聖書をお読みください。何を信仰してるんですかね、キリストってね。僕も分かんなくなってきました。はい、次。 ID 非公開さんからの質問です。キリスト教は偶像崇拝を禁止していますが、ご神体のパンは偶像崇拝にはならないのですか。どなたか教えていただきたいです。はい、偶像崇拝にはなりません。なぜかというと、パンは偶像ではないからです。はい、神道でいうところのよりしろだからです。むちゃくちゃいい夜。はい、あの偶像崇拝にはならないんで大丈夫です。はい、ご心配ありがとうございます。はい、ビールを飲み終わったところで質問も終わりました。皆さんいかがでしたか。
なんか隣人愛が多いですね。そんなに隣人愛を教えてるんですね、キリスト教では。まあ隣人愛を全員がやれば世界は平和になりますけど、悪さする人もいるんでね、それで済む話じゃないんですよ。ロシアにだってロシア正教っていうキリスト教の一派がいるんですよ。ウクライナにもキリスト教ありますよ。けど戦争は起こります。しかも隣国同士なのに、隣人愛も何もないという感じですよね。はい。なので隣人愛だけでは解決できないこと多いっす。はい。皆さん自分を信じましょう。そして隣人を、隣人に気をかけましょう。これぐらいでいいんじゃないですか。隣人を愛しましょうはちょっとつらい。そこまではできない。けど気にかけることはできますよね。気にかけましょうよ、隣人を。そしたら世界は平和になると思います。少しは。これぐらいだったら達成できそう。今の人類。気にかけるぐらいやりましょう。ね。はい。そんなところでございます。いやー、深い。キリスト教は深い。さすが世界最大人口の宗教ですね。はい。深いです。僕のような浅はかな人間にはとてもついていけない宗教です。はい。詳しいことをお知りになりたい方は、前回の投稿をご覧ください。それでは、以上になります。いいねと思った方は、いいねボタンをお願いいたします。あと、コメントをお待ちしております。いろいろ、キリスト教、僕知ってるよ。その答えは、これだよ。とか、もう、お前ふざけんな、キリスト教信者じゃないくせに、ね、好き勝手言いやがって、とかでもいいですので、コメントをお待ちしております。あと、チャンネル登録もお待ちしております。いろいろお待ちしておりまして、すみません。もう、暇人なものですから、待ってばっかり。はい。それでは、また、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。